皆様こんにちは。オフィス M's プロジェクトの西村 M と申します。本日は成功事例に学ぶ地域活性化プロジェクトの進め方についてお話をしていきたいと考えております。皆様の頭の中にはテレビや新聞や雑誌などで自分たちの事業が取り上げられて、首都圏や様々なところから地域に人が押し寄せて、それでにぎわってお金を落としてくれて、そういったものが地域活性化の成功のイメージとしてあるんではないかと思います。でもそれだけで本当に地域が活性化したっていうふうに言えるんでしょうかね。果たして一過性のにぎわいでそれで地域が活性化したことになるんでしょうか。私はちょっともったいない気がするんですよね。せっかく一生懸命やって、それがたった1年でその効果が途切れたとしたら、あまりにも非効率的ですし、本当に地域活性化したっていうふうに胸を張れることにはならないんじゃないかと。もうちょっと先を見据えてね、今やってることを将来どうしたいのか、どういうふうに夢を膨らましていきたいのか、そういったことをね、考えてみてもね、いいのではないかなというふうに思うんです。イベントをきっかけにしてビジョンを達成するためにやっていくんです。地握りプロジェクトという事例です。地握りプロジェクト、地酒とかなら聞いたことありますよね。地握りってなんだよ、なんとなくおにぎりであるっていうことは想像がつくと思います。地握りとはですね、地域産品などで作るご当地おにぎり、そしてそれを使った地域の食文化や歴史の発信というのを地握りというふうにですね、定義付けています。要するに我々は単なるおにぎりを売ってるんではなくて、地域の食文化や歴史を発信してるんですよっていうのがこのプロジェクトなんですね。